皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃助です。デジタル簡易無線の造波モデル、僕は最初に DJDPS70E を買い、そして先日 DRDPM62W を紹介したわけですが、この前の動画でも言ったかな、ちょっとね、あのデジカンを整理しようと思ってて、デジカン今10台以上登録してるんですけど、もちろんあの今までずっと30チャンネル機をねいっぱい増やしてきて登録してきたんで、まあちょっとね、あの使う機会も減ってくだろうし、その比較レビュー用にって撮っといたのもちょっと一回ね全部登録外して、本当に使うものだけにまず入れ替えようかなと思ってるんですね。で、DRDPM62W はモービル機ですし、DJDPS70E はこれはもう本当にいわゆるライセンスフリー無線的に CQ を出して、いろんな人と交信するためにまあ使う感じで、まあこれから利用していくと思うんですが、まあご覧いただいてると分かるように、僕デジカンをイベントの時の運営に使ったりとか、スキースノーボードとかね、他のアウトドアで仲間と使ったりとか、要は CQ じゃない遊びで実用としてトランシーバーデジカンを使うことがあるんですね。でその時に、まあ、よく使うのが、まあ、ケンウッドの、TPZ D553 かこちらですね、 ICOM の ICDPR3 を使うことが多いんですね。この間のスノボの動画でも紹介しているように、この DPR3 ってスピーカーマイクとかバッテリーとかが ID52 とかね ID31 と、まあ、共通なんで、いいなってことで使ってたんですが、まあこれもね結構もう10年とか使ってるんじゃないかな、結構長くね、使っていますので、まあ、そろそろ入れ替えも検討しながら、その造波に対応したいなということで、こちらです。 ICOM の ICDPR4 ライトプラス購入しましたので、こちらの方を今日は開封してみたいと思います。はい、ということで ICOM ICDPR4 ライトプラス、名刺サイズでパワーは 2W、 大きさと飛びのベストバランスということで、まあ、確かにその通りだと思いますね。 ICDPR5、6、7 と作ってきて、でコンパクトモデルとして ICDPR3 作ってみて、なんか DPR3 作った時にこれ 1W でいいんかなとかね、大きさもまあこれバッテリー共用できるけどもっとちっちゃい方がいいんかなとかね、まあいろんなねこうユーザーからのフィードバックも含めて考えがあって、まあ DPR3 の次にこちらをね出してきたんだと思います。はい、本当あの ICOM の中で、まあ、最も手軽に実用的なモデルって言えるんじゃないかな、この DPR4 開封してみたいと思います。97チャンネル機です。さて、ほい、これあれですね、きちっと登録して使いましょうという注意事項、注意書きが書いてあって、保証書があってとからのこちらでございます。はい、フィルムは剥がしちゃいます。 ICOM ICDPR4 ほんとねちっちゃいですね。あのこの間動画で取り上げた VX3 ほどではないんだけど、デジカンとしてはやっぱちっちゃいわ。あの以前にも一回紹介はしたことあるんだけど、なんか特徴って感じ、アルインコさんとか他メーカーで申し訳ございませんが、 DJP240 とかね、DJR200D とかね、あのあたりのそのハイエンドな特定省電力トランシーバーのサイズ感かなってっていう感じですね。そしてねこれバッテリー入ってないのもあるんだけど、めっちゃ軽い。うん、これ全然明らかに違う。バッテリー抜いたとしても、あー全然違うね。あの持った感じ DPR3 と比べて明らかに軽いです。感がねありますね。幅が 50mm、 高さが 93mm、 厚みが 27mm、 そして重さが148g バッテリー装着時ということで、はい、いや本当これデジカンとしてはやっぱすっごい使いやすい。やよかった、もう買ってよかったと思う。これあの
やっぱりスノボとかで使う時ってやっぱ薄くてちっちゃい方がありがたいんですよね。はい、これならあのトランシーバーつけてる煩わしさは半減なのかなっていうふうに思います。はい、で、あとの付属品はベルトクリップですね。クリップ、ベルトクリップは ICDPR3 とか、あと ID31 とか ID52 とかと同じ、このバッテリーにこうやって装着されてるのと同じタイプのアイコムの取り外し可能なベルトクリップですね。そうなんだ、これ共用なんだ。DPR3 とか、まあ、ID52 とかだとこのバッテリーごとこうやってベルトクリップが取れちゃうんで、バッテリー外した時にこうやって付け替える必要があるんですね。まあそのためにこうやって取り外し可能なベルトクリップが付いてるんですが、多分 ICDPR4 の場合はこれバッテリーはねこうやってあの中に入るタイプなのでベルトクリップ一緒に持ってかれるってことないんですけども、コンパクトさを生かすためにそのベルトクリップいらなければ外してポケットに入れてくださいよみたいな、多分ねそういう意図でこれはベルトクリップが簡単に取り外せるようになってるんじゃないかな。なので僕もあのポケットとかあとザックを背負ってスノボしてる時とかは肩ベルトのとこにあるポケットにこのトランシーバー入れてるので、その時はより薄い方がいいので、これ取り外して入れるっていう選択肢もあるかもしれませんね。これ、うん、あの取り外し式なのいいと思います。これだけコンパクトな機種だからこそ取り外しになってるのがいいんじゃないかな。で、このモデルですね、上空チャンネルに対応してますのでアンテナは取り外しができません。ここを購入するとき注意してください。アンテナがそのまま直付け特定省電力トランシーバーみたいに外せないモデルになっています。あとは充電器ですね。で、充電器の方は、はい、USB になってますんで、はい、マイクロ USB になってますので、まあ、市販の USB ケーブルでも充電できると思います。あと、今回これは充電スタンドが付いてないモデルです。ICDPR4 の中には ICDPR4C ってなってるモデルがあって、 C が付いてるものはクレードルですね。充電スタンドが付いています。あと今回、ICDPR4 ライトってモデルですが、ライトが付いてる付いてないは Bluetooth に対応してる対応してないの違いになります。ライトだと Bluetooth には対応していません。なんで Bluetooth 対応じゃないモデルを買ったかについてはまた最後お話ししたいと思います。そしてあとはバッテリーですね。はい、ちっちゃいね、デジカメのバッテリーみたいなものが入っていて、はい、こうやって外して装着すると、まあちょっとこの中に入れるタイプっていうのがちょいめんどくさいかな、バッテリー交換の時にっていう感じはしますが、はい、こんな感じでバッテリーを装着して、電源は右下ですね。はい、今日は基本的な使い方だけ見ておきたいと思います。今電源入れた時押したようにこの右下が電源スイッチになります。で、この上下セレクターでボリュームが変更できるんですね。で、チャンネルを変更するときはどうするかというと、このチャンネル CH と書いてあるキーを押して、表示が点滅している状態でチャンネル変更をします。なので、まあ、チャンネル変更は正直、やりやすくはないです。いちいちチャンネルキーを押さなきゃいけないので、まあ、この辺はね、やっぱこう、どんどんチャンネル変えて使う僕らのその趣味的な使い方というよりも、どこかのチャンネルで、まあ、仲間内で喋ったり、お仕事のグループでね、喋ったりっていうことを想定してると思うんで、まあ、チャンネルはね、そんな頻繁に変えないでしょっていう考え方でしょうね。はい。で、このチャンネルキーは長押しすると送信出力の切り替えスイッチにもなっています。2W、1W、0.5W の3段階切り替えになってますので、
まあ、バッテリーの消耗を抑えるために 1W か 0.5W で使うという使い方もあります。で、あとはこの設定キーとかの動きは、iCOM の他のモデルと同じで、呼び出しチャンネル以外で設定キーを押すとユーザーコードとか、秘話コード、この辺のオンオフと設定ができると。はい、秘話キーも設定できるというような仕様になってますんで、任意の秘話コードに設定して使ってください。あとはですね、PTT についてはこれですね、まあ、そんなに大きくないですけど、まあ、必要十分な大きさ、コンパクトな割には押しやすさは問題ないと思いますし、セカンド PTT としてね機能する、スイッチもあります。まあ、この辺はまたいずれ、2つのチャンネルをうまく活用するみたいなね、セカンド PTT の使い方も解説できればなと思っています。で、その下に、はい、USB の、充電ポートで、こちら側スピーカーマイク端子があります。で、このスピーカーマイク端子、実は、まあ、後継機と言えるだけあってですね、はい、ICDPR3 とか、ICOM のアマチュア無線機の ID52 とかとね同じものになってますので、僕これも理由で今回買いました。今まで DPR3 で使ってたスピーカーマイクがこのまま使えますので、はい、バッテリーはね変わっちゃうんですけども、まあ、アップデートとして、まあ、この DPR4 に乗り換えてもいいかなと思った理由は、このスピーカーマイク、あとイヤホンマイクもねいくつか持ってるので、スキースノーボードで使うときにいいかなということで買い替えを決意しました。はい、ということで iCOM ICDPR4 開封してチェックしてみました。いや、やっぱちっちゃい。以前1回ね、僕動画作成のためにね借りて、本当 DPR4 がデビューした時に動画作ったんじゃないかなと思うんですけども、久しぶりに触れてみて、買ってみてね、実際購入してみて、あ、買ってよかったなって思いましたね。やっぱねこれちっちゃい、ちっちゃくて、おそらく実用的であろう 2W の送信出力が出るので、これだったらねスキースノーボードとかアウトドア、あとイベント運営とかにね過不足なく使えて、なおかつちっちゃいんで使いやすいんじゃないかなって今からね期待しているところです。ベルトクリップがこうやって簡単に外せるっていうのもあんまり今まで意識してなかったけど、これちっちゃいがゆえにねすごくなんかいい。DPR3 とか ID5 に使ってると、あ、バッテリー変えた時に取り替えられるようにだねっていう解釈だったんですけど、これにつけてくれると、あ、外してよりコンパクトに使うためだねっていうね、そういう印象になりますね。はい、で今回なんで僕がこの ICDPR4 Lite を買ったのかっていうと、まず、Cですね、充電スタンドがついてないモデルにしたのは、理由としては、いや僕別に1台だけなので普通に USB で充電するよっていう理由ですね。お仕事で複数台、ね、使ってる方っていうのはやっぱ充電スタンド必須になってくると思うから、このデジタル回路線って充電スタンドついてるものが多いんだけども、個人的に使う分には USB でパッとつないでね、できた方が使いやすいということで C はいらないなと。そしてなぜライトにしたのかっていうと、 Bluetooth ですね。これ iCOM さんね、持ってるんですよ。僕 iCOM の Bluetooth のイヤホンマイク持ってるんですけど、正直ICDPR7BT とかで使ってないんですよね。理由2つあって、前の動画でも言ってるんだけど、あとバッテリー持ちが悪くて、やっぱ雪山とかで使うとちっちゃいからね、やっぱあっという間に、冷えてバッテリーの電圧が下がって、電源落ちちゃうんですよ。あとやっぱ耳につけた時に、Bluetooth イヤホンマイクね、ホワイトノイズじゃない、なんかチリ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 って音が常に出てて、ちょっとね煩わしいんですよね。なので多分 Bluetooth 使わないなと判断して、まあ、お得なこの DPR4 Lite を購入しました。実勢価格で3万円切ってましたので、手軽な選択肢としてこれいいんじゃないかな。またね使ってみてのレビュー動画、撮りますし、また気がついたことあればね、はい、動画で紹介していきたいと思います。次のねスキースノーボード行くときにねこれ使ってみます。あと最後にこれ上空チャンネルね97チャンネルに対応してますので、
スカイスポーツねやる方は、このモデル、普通のデジタル回路無線ね、アンテナ外れる82チャンネルのものではなくて上空で使う場合はね、この97チャンネルをね、買っていただければと思います。はい、どうでしょうか DPR4、 皆さんね、どんな感想を持ったかぜひコメント欄で聞かせてください。この動画が良かった、役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけると、モモスケの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます。説明欄のリンクから X チェックしてフォローしてください。以上、モモスケでした。バイバイ。